ジャニーズ事務所の動乱、キンプリファンの苦悩と未来。こんにちは、尊敬する読者の皆さん。今回は、ジャニーズ事務所の重要な出来事に焦点を当て、その影響を受けたキングプリンス、キンプリのファン、総称であるティアラの苦悩と未来についてお伝えします。 ジャニーズ事務所は日本の音楽業界において長年にわたりトップを走り続けてきましたが最近の出来事によってその未来に不透明な影が投げかけられました。それでは物語の始まりに戻りましょう。ジュリー社長退任に続く波紋。 29日、小ジャニー北川前社長による性加害問題をめぐり、ジャニーズ事務所が設置した再発防止特別チームが調査報告書をまとめ、都内で会見を開きました。その報告書は、ジャニー前社長について多数のジャニーズ JR に対し、長期間にわたって後半に性加害を繰り返していた事実が認められた、と告発しました。 報告書の中で問題の背後にある同族経営の弊害が指摘され、これに対処するためにジュリー稽古氏の辞任が要求されました。ジャニーズ事務所はコメントで提言及び会見内容を真摯に受け止め、今後に予定をしております弊社による記者会見にて、その取り組みを精神意ご説明させていただく所存でございます。 と述べましたが、ジュリー氏の辞任は避けられないものとされています。キンプリファンの混乱と悲痛な声。こうした報道を受け、大きな動揺を見せているのはキングプリンス、キンプリのファン、総称、ティアラです。彼らはソーシャルメディア上で、ジュリー氏の他人に関する様々な感情を表現しました。 ジュリー対に行ってかこれがもし1年前だったら金プリ分裂なかった。え泣いてる。ジュリーさんここで辞めちゃったら春に3人が金プリ辞めた意味なくならん。小ちょっと我慢してたら良かっただけになっちゃわんか。ジュリーさんジャニーズ事務所辞めるんだったらマジで金プリ返してほしい。辞めるの遅。ジュリー社長、辞任する前に金プリ分裂させたことは謝ってほしい。 これらの声は、キンプリファンが現在の状況に対してどれほどの混乱と悲痛さを抱いているかを示しています。キンプリの分裂と背後にある物語。キンプリは今年5月、平野耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人がグループから脱退しました。平野さんと神宮寺さんは同日付で、岸さんは9月いっぱいで退場する予定です。 この脱退により、グループは3対2に分裂しました。しかし、3人の脱退がジュリー氏の姿勢に影響を受けたものであることが報道されています。平野さんがジュリー氏に自分の思いを伝えるため、何回も面談を申し込んでいたものの、ドタキャンを繰り返され、ようやく5人で9月に面会が叶ったものの、ジュリー氏に厳しい言葉を突きつけられ、 3人が脱退に至ったとされています。ジュリー氏のもとでは、グループが掲げていた、海外で活躍できるグループになる、目標が達成できないと感じた3人は脱退を決断し、国内での俳優業に重点を置いた2人が残留しました。ティアラの苦悩と疾病の増加。キンプリの3人の脱退後、ファンは彼らを支持するために奮闘しました。 しかし、ジュリー氏の辞任に伴い、キンプリファンの苦悩と出費が増加する可能性があります。これまでキンプリは、数々のヒット曲をリリースし、ミリオンセールスを達成してきました。しかし、3人の脱退後の2人体制では、売り上げが元の水準に戻っています。もしこのままジュリー氏が退任した場合、キンプリファンは、5人体制ラストの買いあさりは何だったのか と疑問に思うかもしれません。ジュリー氏とは関係なく、脱退組3人と在留した2人は自分たちの道を歩んでいくでしょうが、今後、騎士が合流し、アーティスト活動を再開させた場合、彼らと2人の金プリを応援するファンにとっては、出費がかさむことになります。結論。ジャニーズ事務所の最近の出来事は、金プリファンにとって大きな衝撃を与えました。 ファンはグループの未来に不安を感じつつも、彼らを支持し続けています。ジュリー氏の辞任がキンプリファンにとってどのような影響をもたらすかは未知数ですが、彼らの応援の熱意は揺るぎません。ジャニーズ事務所の今後の動向に注目しながら、ティアラたちはキンプリへの愛とサポートを続けるでしょう。